つけました。十分で上の子ですね。で、今回はこの絵の具を使って、まあ、描いてみたいと思います。これは透明色彩ではないので、ではどういう風に仕上がるか楽しみです。10色あります。10色で100円、10円ということですね。
ました。